を感じるが決まります。この楽曲は、切々と人々の心を打ち晴らしが伝えられているのです。様子を見ているとおばあさんが叫び声を上げました。うちの白馬だよ。スーホは飛び
ろもあそこにいます。けれど、その体には矢が何本も突き刺さり、血と汗が滝のように流れ落ちています。ひろもはひどい傷を受けながらも、走り続けて大好きなスーホのところに帰ってきたのです。スーホは歯を食い縛りながら、白馬に刺さっている矢を抜きました。傷の力は血が噴き出しました。白馬、僕の白馬、死なないでおくれ。でも、白馬は弱り果てています。息はだんだん細くなり、次の日、白馬は死んでしまいました。悲しさと悔しさで、スーホは幾晩も眠れませんでした。でも、やっと眠りについたその晩、スーホは白馬の夢を見ました。スーホが撫でてやると、白馬は体をすり寄せて話しかけました。そんなに悲しまないでください。それより、私の骨や皮や筋や毛を使って楽器を作ってください。そうすれば私はいつまでもあなたのそばにいられます。あなたを慰めてあげられます。スーホは目が覚めるとすぐ白馬に言われた通りに楽器を作り始めました。楽器の先に馬の頭の形を刻み、馬頭琴と名付けました。それを奏でると、スーホは白馬と一緒にいるような気がしました。スーホの作り出した馬頭琴がやがてモンゴルの草原中に広がりました。そして今でも人々は寄り集まって